連隊長があんな若造で大丈夫か。ガーナ様、その辺の若造とは違う。何も知らぬくせして勝手なこと言うな。知るわけねえだろ。ついこの間まで対立してた奴らのことなんてな。口の利き方に気をつけろ。ぶっ潰されてえのか。それはこっちのセリフだ。俺の親父はお前たち砂にやられた。ここで仕返ししてやってもいいんだぞ。はあ、どうやらそう簡単にまとまることはできないようだな。当然だ。これまでの歴史上、各社とは常に争い続けてきた関係だからな。さて、この状況をどうなされる。戦闘大連隊総隊長殿。自国、自里のために第1次から第3次までの長きにわたり、忍びはお互いを傷つけ憎しみ合ってきた。その憎しみは力を欲し、俺が生まれた。かつて俺も憎しみであり、力であり、人中力であった。そしてこの世界と人間を憎み、滅ぼそうと考えた。今、暁がなそうとしていることと同じだ。だが、木の葉の一人の忍びがそれを止めてくれた。その者は、敵である俺のために泣いてくれた。傷つけた俺を友だと言ってくれた。彼は俺を救った。敵同士だったが、彼は同じ人中力だった。同じ痛みを理解し合った者同士、わだかまりはない。今ここに敵はいない。なぜなら皆、暁に傷つけられた痛みを持っている。砂も岩も木の葉も霧も雲もない。あるのはただ忍びだ。もしそれでも砂が許せないのなら、この戦争の後に俺をやればいい。俺を救ってくれたその友を、今敵は狙っている。彼が敵に渡れば世界は終わる。俺は友を守りたい。そしてこの世界を守りたい。世界を守るには俺は若すぎる、浅すぎる。だから、皆の力を貸してくれ。まずは元暁のメンバー、そして元人中力のメンバー、さらに元五影前任者たち、最後にその他諸々名のあった手だれたちだ。どうだい、そうそうたるメンツだろ。それにヤマトの木遁チャクラを使って絶も強化することができた。もちろんこの地下にいる約10万の絶を含めて、ね、戦力は十分に揃ったわけか。君の方は確か死水の目を手に入れるため断蔵の体を手に入れたとか。あれは回収することができなかった。断蔵め、こと切れる前に己の光を潰すとは。それは残念だ。彼の目があれば戦況はさらに有利に運ぶはずだったのに。まあいいか、あれがなくともこちらの戦力は強大だ。万が一にも敗北はありえない。気を抜くな、奴らも相当の戦力を集めている。わかってるさ。けど僕らが有利な状況にあるのは間違いない。そうだろう。いよいよだな、行くぞ。
敗戦だ。第6章開戦。ここはもう敵の領地内だ。周辺への警戒を怠るなよ。はい、了解。ああ、ここまで大きな動きなし、周囲に異変もない。だが得てしてこういう時が。今ので数人やられた。くそ。挨拶のつもりだったんだがな、お前らにはちょっと過激すぎたか。ん？派手好きなのは相変わらずか、デイダラ。お前は赤砂のサソリか。久しぶりだな、カンクロウ。お前、あん時旦那がぶっ倒した雑魚か。ここまで敵地に入り込んでくるとはな。どうやらお前たちも奇襲部隊のようだな。奇襲部隊同士がこうして勝ち合うのは珍しい。ってことはここを制した方が今後の流れを有利に運べるってことか。うん。ならこの戦争をもらったな。てめえら雑魚にオイラたちの相手は荷が重すぎるってもんだ。一度部隊から降りた者に二度もこの世に立つ権利はないじゃん。とっくに古い時代は終わった。今の新しい時代にあんたたちの術は通じないぜ。おおおお、雑魚のくせに一発の大口叩きやがるな。カンクロ、そこまで吠えるのなら俺を相手に証明できるんだろうな。お前の黒ひげが俺の赤ひげを超え、新しい時代が来ていること。あいつ、仲間の体を。当然だ。戦闘開始。俺たちが仲間としていることに驚きはないようだな。お前らの戦闘をすでに入った。確かに江戸天聖という。黒ひげ総員覚醒。体で新しい芸術を生み出す。芸術は壊れてくる。敵の攻撃は強力です。気をつけてください。忍びだった。いいぞ、その調子だ。
隊同士の戦いは俺と気をつけて。江戸転生で復活した者は魂を封印するまで何度でも復活します。ここは私が封印します。頼む。終わりましたね。いや、これからだ。怪我人は医療部隊と合流しろ。動ける者はこのまま奇襲に向かう。はい、はい。本当か、イノイチ。ああ、奇襲部隊同士の激突は忍び連合が勝利を収めたと現地からの連絡だ。こちらでも敵数が減ったことを感知した。所詮は俺たちの勝ちだ。よし、戦況はどうだ。先ほど連合の奇襲部隊が敵側の奇襲部隊を殲滅したと報告がありました。まずは一勝だな。他の戦場はどうなっている。各部隊が戦場に陣取ってすでに数時間。そろそろ各地で戦いが始まる頃でしょう。こちらを。たち第一部隊が陣取っている海岸線です。感知班によるとここに向かって敵が接近しているとの連絡がありましたが、まだ距離はあるようです。木槌殿が率いる第二部隊には雷の国生誕に布陣して、彼らには地球より迫っている敵兵の大量の敵を相手することになるとは思いますが、下の国に布陣しているのは畑かかし率いる第三部隊。現段階では大きな動きはないようですが、戦いに備え第五部隊三船殿のもとにあの三将軍の半蔵が接近していると連絡がありました。数ある江戸転生の忍びの中でも菅は半蔵殿。三船、なぜお前は忍びにつく。時代遅れの侍を貫き通してきたお前らしくもないな。もはや忠を尽くす主なき侍が忍びに組するとは。それでも侍か。忍びに組したわけではない。我らが忠を尽くすのは遥か昔より同じ。ただ一つ、和でござる。和だと。和に忠を尽くし己の信念のもと動く。何を言うかと思えば、和だ忠だ、そんなものに考えを縛られているほど愚かなことはない。結局のところどちらが残るか、それが重要。勝った方が己の正しきを証明できる。勝ち負けで判断することに意味はない。大切なのは意志。己が内に秘める信念。いくらでも吠えるがいい。この先10年100年と話そうとも、わしと貴様の意見が交わることはない。正しきは一つ、己が抱きし心のみ。ならば今ここにお見せしよう、三船が内にある心、信念の強さを。
戦闘開始。キラリオクロの侍、わしに恐怖する。その者は主要、我が信号は燃えることはない。生クロではこのわしを切ることなどできぬ。果たして生クロかどうか、その目で確かめる。ここまでわしの動きを見る。やるな。貴殿とはかつて戦ったことがある。その時の経験があるからこそか。ほう、かつてのわしの相手に言われたの。それが僕の前に言ったの。司令官だ。決め込んだ逃げ押しの割にやる。彼らは何も見えていない。何も気づいていない。拙者に敗れ、私に何が見えてないというのか。行くぞ。参る。これにてごめん、半蔵殿。元の力の差は切迫。勝敗を決したのは信念の差。わしの負けか。わしの信念を捨てぬこと、それはかつて貴殿にもあった確かな心。それをなくしてしまった貴殿に拙者を斬ることはできぬ。信念、心か。かつてのわしも持ち合わせていたもの、今のわしには持ち合わせぬもの、そしてお前が常に抱いているもの、それがこの勝負を分けたか。見事。相手はあの半蔵。三船殿。三船殿の第五部隊からの連絡、無事半蔵の撃破に成功したとのこと。やってくれたか。三船ならば失敗はないだろうと思っていたが、その通りだったな。だな。よし、戦況は忍び連合が一歩リードだ。四角、キツジ殿率いる第二部隊が敵の戦闘か。合わせてこちらから第三部隊のもとに近づいていた敵兵が、もう戦いが始まる。かかし、た各自持ち場に着いたようだぞ。かかし。ああ、敵はどこまで近づいてるんですか。それを今パックンたちに操作させてる。ただそう遠くはないだろう。じゃあいよいよなんですね。怖がらなくても大丈夫です、桜さん。あなたは僕が死んでも守り抜きますから。ありがとう、リさん。うん、かかし、
感知忍者を中心に戦闘隊を組め。他は12、3、6、9時の方向をカバーしつつ、万事の陣を基本としろ。霧と、それにこれは霊気ですか。かかし先生、これって。ああ、まさかこんなところで再会するとは思わなかったよ、ザワさん。お前がいるということは、あの子もいるんだろう。お久しぶりです、カカエさん。鬼人とヒョウトンの子か。戦うことになるのは分かっていたが、まさかお前だとはな、カカシ。あの橋の上でとどめを食らって俺は地獄に行くはずだった。だが気がつくとハクと同じ場所にいた。おかしいとは思ったが、どうやらここは天国でも地獄でもないらしい。ここは現実の世界、もうお前たちの来る場所じゃないのさ。サブザ、ハク。おお、大きくなったな、カカシの部下のくのいち。あの小僧は元気にしてるか。え、うん。ザブザ、お前たちのおかげでナルトは己の人道を見つけることができた。そしてそれをお前らの墓の前で誓ったんだ。その時からブレない立派な忍びに成長した。なら彼はもっと強くなる。カカシ、これから俺たちがどうなるかもう分かってるだろう。この体は所詮操り人間、お前たちの力で俺たちを。話はもういいだろう、そろそろ働いてもらうよ。俺たちを止めろ。ザブさん、カカシさん、お願いします。もう一度僕たちを止めてください。僕の夢はザブザさんの道具としてザブザさんを守りきることだったけれど、こうしてザブザさんも術にかけられているということは、あの時僕があなたからザブザさんを守りきれなかったということ。そしてまた今もザブザさんを守るどころか道具にもなれない。いや、君はザブザを守った。彼が死んだのはもっと別の理由。そしてザブザは君のことを道具だなんて思っちゃいなかった。カカシ、余計なことをベラベラと。ザブザさん、あの時俺は初めて負けた。カカシ、容赦するな。俺をどんな手を使っても止めろ。俺はもう死んだ。人間として死んだんだ。ああ、分かってるよ。ザブザさん、ありがとう。メガ、来るぞ。戦闘開始。相変わらず強烈な突起を発揮した。ザブザ、こんなところであの光を警戒するのはナルトなんていうのかな、
で最後だ。怪獣化しそうあり。そうさ。まさか、ここまでと。カカシ、これは。ああ、彼らは霧隠れの最強部隊。霧隠れ、忍び刀新一郎の前任者たちだ。先生、ザブザとハク、あの二人は俺が止める。なるほど、カカシはあくまでザブザとハクが狙いですか。よほど二人と因縁があるようだね。なら思う存分戦ってもらおうか。ライ、あとは頼む。ああ。さて、俺たちの相手はあの6人だ。作戦はあるのですか、ガイ先生。奴らは相当のやり手。いたずらに時間をかけては被害が大きくなるだけだ。ここは短期決戦、一斉撃破で行くぞ。リーとサクラは俺をサポートしろ。そんな、あのレベルの忍びをまとめて相手にするのは危険すぎます。ここはできる限り相手をばらけさせて、かっこ撃破を狙った方が確実じゃ。ガイ先生の言ってることもわかるけど、でも、確かにサクラの言うことも一理あるな。ではガイ先生、僕たちは。ああ、これから俺たちは三方向に分かれての戦闘を始める。各自それぞれの相手を倒したら他の戦場の補佐に回れ。リーナ、押して。はい。なんとか七の意思をばらけさせることができた。一人一人確実に。戦闘開始。オーカさん、ムナシ陣八は不用意に飛び込むなよ。あの刀、爆発の実施と書いて爆発の注意を持って、あの爆発力とんでもないよね。強引に近づくのは難しい。喜んでる暇はない。すぐにリーさんたちのフォローに行かないと。僕の拳で戦場に勝利を呼び込んでみせます。戦闘開始。お
闘牙の使い手ジングアメリカ。雷を扱う忍びですか。動きと効果範囲に気をつけないといけませんね。私も加勢します。クリアラで力が90度、相当自分の意識だ。変わった武器を持っているようですね。そちらに向かいます。忍び連合に敗北はない。行くぞ。戦闘開始。叫びの陣に気をつけろ。ドクトワルはどんなガードも試してみろ。なかなかのやり手のようです。こいつはホオズキ満月。勇者の中でも特に危険な男だ。ただ者じゃないな。また呼ばれてる。来てくれたか。スイカザの時は爪肌を持つ。だが注意は怠るな。なぜこいつはカラを見るか。感謝せんぞ。できれば生前に一戦交えたかったが、残念だ。よし、ここはどうにか落ち着いたな。音の方角からするに、あの方向は…カカシ先生、ザブザ、待ってろ。そう時間はかけない。戦闘開始。お前たちの思いは俺の受け取って。ザブザ、ハク、お前たちとあの時戦えているからな。あの戦いがあったからこそ
して死んだ。この世にいて今存在じゃないんだ。いけない。ザブザ、お前はあの時ハクを切ることをためらった。だが今は違う。感情のない正義ってやつ。段階で見せてもらおうか、霧隠れの鬼人、その本当の力を。これ最後だ。大剣総雷神。なしにしよう。死に様と涙はできるならお前と同じ場所に生きてえな。俺もお互いの絆そのものだったよ。あいつら敵だったけど俺あいつら好きだった。
俺もだよ。江戸転生、この術は許せない。まあ俺も熱くなるまで時間のかかる方だが、今回は久しぶりに沸点が低かった。千の術をコピーしたコピー忍者のかかし、これより通りな通り暴れる。この戦場、俺の予想ならそろそろ。現地の情報部隊から連絡。カカシ率いる第三部隊が江戸天聖の忍びを相手に奮戦、攻勢に転じ敵の殲滅に近づいているようです。よし、やるな。さすがは畑カカシといったところか。まあ当然だな、あいつなら。第二部隊、第三部隊、そして第五部隊の戦闘はほぼ完了したと言っていいでしょう。どの戦場も我々忍び連合が勝利を収めています。思いのほか順調だな。ああ、逆に違和感を覚えるほどにな。奴ら暁はまだ奥の手を残していると考えた方がいいでしょうね。うん、次に動くとしたらダルイ率いる第一部隊が守る海岸線か、それとも砂漠地帯に陣取る第四部隊か。いずれにせよ夜が近くなっている。おそらくは次の衝突が今日の最後の一戦になる。頼むぞみんな。